斉藤勇、斉藤勇、斉藤岳、1887年2月3日から1982年7月4日は、日本の英文学者。文化功労者、日本学士委員会員。日本英文学会第3代会長、1938年から1941年。東京女子大学学長、1948年から1954年。 東京帝国大学名誉教授、国際キリスト教大学名誉教授、文学博士。福島県立郡府の村、現伊達市柳川町に、農家の長男として生まれる。旧制福島中学校、現福島県立福島高等学校を経て、1905年、旧制第二高等学校、原仙台市に入学。1908年、第二高等学校卒業後、 東京帝国大学文科大学、イギリス文学専修に入学。1911年、東京帝国大学卒業、恩師の銀時計を受ける。同年、東京帝国大学大学院、入学。1913年から1923年まで、東京帝国大学文科大学の講師職託。1917年、東京女子高等師範学校。 元語茶の水女子大学の厚生母体教授。1923年から東京帝国大学文学部助教授に転任し、同年4月から1925年6月まで英文学研究のため在外研究員として欧米英朝、ロンドン、オックスフォードを中心に滞在して、博士論文を執筆するかたわら、フランス、イタリア等、欧州各国及びアメリカを歴訪した。 この留学中には、ラルフ・ホジソン、エドマンド・ブランデン、ジーク・フリード・サスウン等の詩人、学者との知遇を得て、その後生涯にわたり、信仰を深めている。また、精力的、計画的に、演劇、音楽、美術鑑賞もしている。1927年、論文、キーツ・ビュー・オブ・ポエトリーにより、文学博士の学位を得る。1931年、 東京帝国大学教授に承認。1941年には、正四人に助せられ、1943年に、君二等瑞法賞を受賞。1947年に、東京帝国大学を定年退官し、名誉教授となり、1948年から1954年まで、東京女子大学学長を務める。この間、1949年、川三 福原凛太郎、山和助夫、中野義夫、豊田実たちと共に財団法人日本英文学会を設立。1950年から始まったチャタレー裁判では検察側証人として出廷。1953年、国際キリスト教大学の開学に参加し、1954年から1964年まで国際キリスト教大学教授、 1961年、日本学士委員会員となり、1975年、文化功労者に選ばれる。1979年、イギリスの文化と文学を、日本へ紹介した功績が評価されて、エリザベス女王より、イギリス名誉騎士勲章を授けられる。95歳という高齢になってもなお研究、著作の意欲は旺盛であったが、1982年7月、 東京都新宿区の自宅書斎にて、当時二十七歳の孫に襲撃され、不慮の死を遂げた。同年、肖像くらいに女性られる。長男はアメリカ文学者、斉藤光、次男は政治学者、斉藤誠。日本における英語、英米文学研究の生みの親であると同時に、牧師、植村正久に支持した経験がクリスチャンとしても知られ、日本のキリスト教会でも、 重鎮として、辛抱を集めた。斎藤が、東大英文学科に入学した時には、夏目漱石も、上田悟史もすでに去り、日本人は、一人も教えていなかった。また、当時の東大英文学科の学風は、一つの主流が際立っていたわけではなかった。斎藤は多様な研究態度があることが、むしろ望ましいと考え、夏目、上田両先達の後を追うことはせず、 独自にイギリスの宗教史研究の道に向かった。その後、日本の英文学研究の学問的レベルを高めることに努め、1913年からは東大の教団に立って日本人の英文学教員として実質的に夏目の後継者となった。赤学、英文学界のタイトと称された斉藤の学風を ドイツ文学者の腰溶節は、まず第一に原点にあたって正確であること、ついで全体として、見通しが大きくあるということ、第三に、英文学の本質を、キリスト教的愛と見定めて、そこにまっしぐらに入っていると評している。これらの特色は、主張の多くに一貫して見られるが、とりわけ、広い視野に立って、基本的な大作家に取り組み、関係批評書によって作品についての新知識を、 集積するよりも原点にあたって作品そのものを熟読することを重視していた。このような研究方針のベースには、英米の書子学、本文研究に対する高い見識があり、一川三期が英文学関連では、東洋一と称賛した蔵書を生成する基準にも、それが反映していた。また、愛書趣味ではなく、研究上の必要性から、イギリス留学中も、 古本あさりをして、両書を収集した経験は、その後勤務した大学の図書館を整備する上でも活用された。日本の英文学の発展に寄与することを、生涯の使命と意識していた斎藤は、旧著が番を重ねるたびにをいっとわず誠実に造歩、改定をしている。英文学の全体像を大きく見通す、主張を中心とせる英文学史は、イギリス文学史として何度も改定され、 また基本的資料となる英米文学辞典も改定を経て今なお使われいる。斉藤は生涯にわたる高反発緻密な研究により、日本における英文学研究の学問的基礎を築いたが、同時に同学の研究活動の組織化と発展にも多大な貢献をした。1928年、市川三期、土井コーチらと共に、 東京帝国大学英文学会を母体として、全国の帝大を中心に組織を拡大した日本英文学会を創立し、1938年には市川土井に次いで第三代会長、1941年までを務めた。戦後1949年に同学会を財団法人として設立し、真に全国的組織にしてからは理事、顧問を務め、 長らく日本の英文学会の長老として重きをせいていた。姿勢を修正のザウの命とした斉藤は、更新の指導、教育にも熱意を持って当たった。彼の教えを直接受けた学生の中からは、次世代の英語英米文学会における学者、作家、文化人が輩出しており、東京帝国大学時代の教え子だけでも、中野義夫、西川正美、中島文雄、 シュムタナツ小川和夫、平井正穂、加納秀夫、木下淳二、大津次郎、佐伯正一など多数に上る。彼らをはじめ斎藤を知り、警護する多くの人が、その追悼文で一様に触れているのは、事故と学問に対する厳格、禁言な態度と、その反面をなす他者に対する恩情ある人柄である。東京女子大学の学長時代には、 大学行政の職務に専念する一方で、英文学関連の授業も担当し、さらには、学法、講演、識字等を通じて、同大学の見学の精神に基づきながら、全学の学生、教職員に、対処校所から戦後日本の大学のあるべき姿、女子教育のあり方などについて語っている。後年になっても、教育の熱意は、衰えることはなく、 1965年3月78歳で、いくつかの大学で半世紀以上にわたった教授職を国際キリスト教大学を最後に退くにあたって、同大学での国別講演で学生に向けて国際人としての感覚とキリスト教精神を理解するよう情熱を込めて助言している。国際人としての感覚に関して語学習得の重要性を強調しているが、英語学習や 英語教育については、文学と語学との間、1972年に、英語教師の一般教養、役に立つ、英語等、7編の随筆が収められている。また、英語教員要請の実践的活動として、英語教育協議会、エレク、1956年創立の構想段階から関わり、1963年に、この組織が財団法人になってからも評議員。 理事を務めて、その発展に協力した。中学時代から、キリスト教に関心を示していて、1903年頃、福島を訪れた内村勘蔵の説教を、好奇心に駆られて一人で聞きに行き、中学校長に頼んで打ち、村を招いてもらい、学校の行動でも講演を聞く機会を得た。第二高等学校入学後1906年に、 日本キリスト教会仙台東二番町教会にて受選する。1908年2月、仙台を伝道旅行中の上村正久を構校生、キリスト教青年会の寮に招き、その説教を聞く。同年9月、東京帝国大学入学時に上村牧師の藤見町教会に展開。その後19年感動教会に所属し、上村から訓導を受ける。 上村牧師没後の1927年、富士見町教会より、高倉徳太郎牧師の富山教会、現品の町教会に移り、長らく長老を務めた。1982年7月、斉藤の国別式も品の町教会で行われた。斉藤の信仰と研究はその初期の頃から密接に、相関している。国際キリスト教大学教授時代の教え語で、 英文学者の斎藤和明によれば、キリスト教教義や倫理観により、文学作品の価値評価を下すことを指揮して避けつつも、自らのプロテスタント信仰を背景としていた。また、日本におけるキリスト教文化を発達させるために、西洋文化を理解するだけではなく、従来の日本文化を研究して、その特質に対処しつつ、不断の努力を重ねることが、 日本のクリスチャン学者の重大な任務であるとしていた。教会外における信徒としての諸活動の一つには、1956年から1974年まで、毎年クリスマスとイースターの時期に自由学園の上級学生に、キリストの教えについて、通算38回に及ぶ礼拝講話を行った子が挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。